はい、静かに。非常勤講師の望月凛だ。今回の授業は水野圭也さんが書かれた夢を叶える像を解説していく。この本は成功するために必要なことをストーリー形式で説明していく小説で、400万部も売れているベストセラーだ。先生、それって投資とかの難しい本ですか？いや、この本は投資の本でもなければ貯金を進める本でもない。もっと基礎の基礎から分かりやすく成功するための一歩を教えてくれる本だ。先生、どんなストーリーなんですか？うむ、この本はうだつの上がらないサラリーマンが象の神様と出会い、その神様から成功するための助言をもらうというお話だ。この本を読めば今まで自分が見過ごしてきた大切なことに気づくことになるだろう。今回はこの本の成功法則を10個にまとめて解説していく。成功するための一歩目は靴を磨けだ。え、靴を磨く？それ成功と全く関係ない話ですよね。それがあるんだ。靴やスーツっていうのはサラリーマンで言うと商売道具だろ。ちょっと考えてみてほしいんだが、靴やスーツが汚れている人から商品を買いたいと思うか？仕事の整理ができてなさそうなんで買わないかもしれないですね。そうだろう。ちなみに元メジャーリーガーのイチロー先生は試合の後にロッカーでグラブを磨いているそうだ。へえ、すごいな。それくらい自分の商売道具は大切ってことだ。もちろん商売道具は人によって変わる。作家ならキーボードやペン、椅子、登山家ならリュックや靴、美容師ならヘアスタイル、サラリーマンなら靴とスーツだろう。ちなみにどんな人でも靴は見られるから、靴だけは綺麗にしておいた方がいい。かかとを踏みつぶしたボロボロのスニーカーなんて絶対にダメだぞ。わかりました。次はトイレ掃除だ。トイレ掃除か。汚いし臭いし、俺めちゃくちゃ嫌いなんですよね。トイレ掃除が好きなやつはそんなにいないだろう。まあ確かに。だがトイレ掃除は仕事の大切なことを教えてくれる。大切なこと？ああ、誰もやりたがらないことを率先してやるからこそ人から喜ばれるし価値が生まれるということをな。なるほど、確かにそうですね。ちなみに一流の飲食店や服屋、大富豪に共通しているのがトイレが異常なほど綺麗だということだ。逆にトイレが汚いお店は必ず廃れる。なぜですか？トイレをきれいにすると意識が変わり、汚れているのが気になって仕方なくなるんだ。まずは意識を変えるために、あなたたちも今日からトイレ掃除をやってみてほしい。これは宿題だ。トイレをきれいにすればいろんなことに気づかされるぞ。わかりました。3つ目は食事を腹8分目に抑えるだ。いきなりご飯？先生、俺お腹いっぱい食べることだけが人生の喜びなんですけど。それは良くないな。食べ過ぎると病気になるぞ。釈迦はこういう言葉を残している。食べ過ぎると病を引き起こすと。何？これは科学的にも証明されている事実だ。健康に一番いいのは何を食べるかよりもいかに腹8分目で抑えるかなんだよ。うすうす気づいていると思うが、お腹いっぱい食べると眠いし動けなくなるし何も考えられなくなるだろう。はい。お腹いっぱいの状態で戦うボクサーがいないように、満腹になると人間は戦えないんだ。なるほど。そして次はコンビニでお釣りを募金するだ。募金？お釣りが1円の時は財布に入れるのめんどくさいから募金したことあるけど。できれば収入の1割を募金するといいな。1割？ああ、石油王である億万長者のジョン・ロックフェラーは貧乏な時から収入の1割を欠かさず慈善団体に寄付していたんだ。何？実は収入の1割を寄付するというのはビジネスや芸術のありとあらゆる分野の優秀な人が行っていることなんだよ。そうなんですか？ああ、ちなみに成功者の多いユダヤの書物にも収入の 10% を分け与えよと書かれている。 10%、 20万円の月収だったら2万円。2万円あったらサイゼリヤで2泊3日できますよ。なんで止まってんだよ。でもなぜ寄付することでお金持ちになれるんですか？全く関係ないように思います。お金っていうのは人を喜ばせたり幸せにした分だけもらうことができるものだ。え、ああ、はい、そうですね。つまりお金を稼ぐには人を喜ばせたいという気持ちが大きいことが大事なんだよ。お前が稼げば稼ぐほど仕事でも寄付でも多くの人を喜ばせることができる。だったらみんなのためにも稼ぐしかないだろう。でも 10% は。別に 10% じゃなくてもいいから、コンビニで試しに500円くらい募金してみればいい。500円か、大金じゃないか。いい気分になれるはずだ。まあやってみればわかるさ。はい。5つ目はまっすぐ帰宅するだ。まっすぐ帰宅？なぜですか？残業した方がお金もらえるじゃないですか。
お前、もしかして残業でお金持ちになろうとしてるのか？え、無理か。無理だろ。ですね。ああ、成功したければまず成功の種をまく時間を作らなければならない。ちなみにお前どういう一日を過ごしているんだ？会社行って残業してご飯食ってテレビ見てゲームして SNS して寝るという生活ですね。 OK、 まずはそこから何かを減らさないと新しいものは何も入らないぞ。何かを手に入れるためにはその代償を払う必要があるのか。そうだ。あとその日やるべきことがあるのに同僚からの飲みの誘いに付き合ったり遊びに行ってはいけないぞ。もちろん今のまま楽しく生きていければいいっていう人はそれでもいい。だが成功したいと思っているのにまだ成功できていないのならそんな無駄な時間を使ってはいけない。空いた時間で何しよう。好きな副業でも始めればいいじゃないか。その副業の収入を1000円、2000円、1万円、10万円と増やしていくんだよ。就職活動をしてもいい。だがまずは成功の種をまくために無駄な時間を捨ててみよう。無駄なことか。ゲームとテレビとツイッターやめるか。毎日5時間座れているしな。よし、捨てるものを決めたな。はい。6つ目は環境を変えるだ。環境？ああ、人生を本気で変えたいのであれば意思ではなく環境を変えるしかない。どうせこのままだと次の日にはこの授業のことを忘れてツイッターをポチポチやっているだろう。経験あります。そうだろう、ほとんどの人がそうだ。だから環境を変えるんだ。家に帰ったらテレビを捨てろ。ゲームを売ってツイッターのアプリを削除するんだ。自分を変えるのではなく環境を変えるんだ。時間を作り出したければ早起きするのではなく会社の近くに引っ越すんだ。はい。さて、7つ目は他人の長所を盗むだ。盗む？ああ、音楽でもダンスでも絵でも漫才でも先輩の仕事のやり方でも何でもいい。まずは真似してみろってことだ。それって他人をパクるってことですよね？ダメですよ、そんなことしちゃ。ただ盗むんじゃない。盗んだものを使ってよりいいものを作るんだ。よりいいもの？ああ、つまり改良版だ。盗むことに罪悪感を持つ人が多いが、新しいアイデアとは既存のアイデアの組み合わせでしかない。スティーブ・ジョブズ先生も真似しているし、作曲家のモーツァルト先生は真似の天才とも言われていた。真似の天才？ああ、モーツァルトの残した名曲の中には先輩の作品からいい部分を借用したいわゆるパクリの作品が多々あるんだ。そうなんですね。ああ、それでもモーツァルトの音楽が今も残っているのはパクったモーツァルトの音楽の方が原曲より優れていたからだ。すごいなそれ。ピカソは言った。人は模倣し、天才は盗むと。ちなみにこの夢を叶える像という本もいろんな成功本をたくさん引用して作られている。まあ今のまま特に何もなく人生の幕を閉じるのかアイデアを盗んで一花咲かせるのか、それは君たち次第だ。八つ目は自分が一番得意なことを人に聞くだ。得意なことか。自分の魅力というのは案外自分ではわからないことが多い。でも友達は君たちの長所に気づいていることがあるんだ。おせっかいだからわざわざ口に出して言ってこないけどな。確かに俺も友達のいいところはよく気づくな。そうだろう。一度仲のいい友達に自分の長所は何かを聞いてみるといい。多分自分が思ってなかった長所がわかるはずだ。もしかしたら自分が嫌いな部分が長所だと言われることもあるかもしれない。だが仕事が価値を生んでいるかどうかはお客さんが決めることだ。ということは他人がいいと思っている部分の方が価値があるだろう。確かに。9つ目は運がいいと思い込むだ。運がいい？ああ、運の量はみんなほとんど一緒だ。だが運が悪いと思う人は全てを運の悪さにして行動することを諦めてしまう。運が悪いから何をやってもダメだと思い込み行動すらやめてしまうだろう。逆に運がいいと思う人はたとえ面接に落ちたとしても自分は運がいいから今回の経験を次に活かせるだろうとか、この会社にはもしかしたら入るべきじゃなかったのかもとプラスに考えて行動を続けることができる。その結果運がいいと思い込んだ人が本当に運が良くなるということだ。なるほど、言えてる。まずは口に出して運がいいと言ってみるんだ。運がいい。そうだ、バカみたいだが効果はある。すべての出来事にはプラスとマイナスがある。常にプラスを見るんだ。そうすれば大変な時も笑っていられる。はい。さて、
最後はやりたい仕事を探し続けるだ。この中で嫌いな仕事をやっている人いるか？はい、好きなことが見つからなくて。よし、とりあえず気になった仕事があれば何でもやってみればいい。実際にそういう人が成功しているしな。でも見つからなかったら？さらに探し続ければいい。そもそもいろんな仕事をやってみなきゃその仕事が好きか嫌いかはわからないはずだ。好きか嫌いかわからない？ああ、君はどんな味のラーメンが好きだ？え、味噌ですけど。それは豚骨や醤油、塩の味を食べたから味噌が好きだと分かったんだろう。え、ああ、はい、そうですね。そんな感じで今の仕事が好きだと分かるためには嫌いなこともある意味やってみた方がいい。嫌いなラーメンが出てきたら我慢して食べればいいが、仕事は人生で一番長い時間を占めることだから仕事選びはとても重要なことだ。そのためにも机の上で考えるのではなく仮説を立てたら実際にやってみるんだ。人はやらない理由を作り出す天才だから、時間がないとかめんどくさいとか意味がないとか言ってやらないんだ。まああと10年もするともう年だからっていう使い勝手のいい言い訳を言い始める。わかりました。じゃあ来月から。今日やるんだ。え、今日ですか？ああ、今日この授業が終わったらすぐに行動しろ。お前の準備は一生整わない。ずっと無理だったことはこれからもずっと無理だ。変わりたいのなら今新しい一歩を踏み出さないといけない。ということで以上だ。まとめるぞ。靴を磨け、トイレ掃除、食事を腹8分目に抑える、コンビニでお釣りを募金する、まっすぐ帰宅、環境を変えろ、他人から盗め、自分が一番得意なことを友達に聞く、運がいいと思い込む、とにかく行動する、だな。途中でも言ったが、この本は世の中のいろんな成功本を引用して作られている。なのでどれも重要なことばかりだ。騙されたと思って一度試してみてほしい。みんなの成功を願っているぞ。今日の授業は終わりだ。今日分かったことはレポートとしてコメント欄にコメントを提出するように。リン先生ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。